1300年の歴史を持ち、江戸総鎮守として広く信仰を集める千代田区の神田明神に新たな施設が誕生しました。増加を続ける訪日外国人を意識し、江戸の粋を世界に発信する文化交流施設として期待が集まっています。歴史ある神田明神の境内に新しく誕生したのがこちらの施設、その名もアルファベットで江戸っ子です。伝統の継承と新たな文化の創出をコンセプトに作られました。730年に創建された神田明神は、縁結びや商売繁盛、厄除けの神として古くから信仰を集めてきました。中でも5月に行われる神田祭りは、江戸の粋を今に伝える勇壮な祭りとして日本三大祭りの一つに数えられています。新しい施設は境内と一体となっていて、地下1階から4階まで5つのフロアで日本の伝統文化を発信します。1階には神田明神を代表する勝ち守りや、秋葉原が近いということで IT のお守りなどが並ぶ診察授与所があります。また土産物店ではさまざまな伝統工芸品も販売されています。神田明神で祈祷されたお参り豆や神棚に揃える寝具など、ここでしか手に入らないお土産の数々が並びます。また古くからお供え物としても用いられ、神社と相性のいいマスをコンセプトにしたカフェも。こちらのカフェでは神田明神ならではのオリジナルメニューが豊富にあるそうです。早速お願いします。お待たせいたしました。こちら明神プリンとジンジャーエールでございます。ありがとうございます。明神プリンは境内で手作りされ、縁結びの祈祷を受けています、そしてこちらのドリンク、神田明神からエールを送るという意味を込め、神社声援と書いてジンジャーエールです。他にもマスを器に江戸時代から食されてきた季節の料理を盛り、ますますの繁盛の願いを込めた御膳など、オリジナルメニューを堪能することができます。施設内には訪日外国人を意識し、金工作家の宮田良平さんら日本が世界に誇る芸術家の作品も展示され、日本の魅力を伝えます。2階と3階は最大収容人数およそ700人の多目的ホールで、本殿のデザインを継承する和モダンの空間となっています。このステージでは各種式典やジャパンカルチャーの発信地としてライブやコンサートも行われます。そして地下1階では日本文化の体験も。こちらではお座敷芸や落語といった古典芸能のほか、併設されている着物店で色鮮やかな着物をレンタルして着付け体験をすることもできます。1300年の歴史を誇る神田明神の宮司は、新たな施設について。おかげさまで大変多くの方々がお参りいただいておりますけれども、半数近くが外国人じゃないかなと思われるんですね。外国の方々に対しましてですね、良き日本の伝統文化というものを、お伝えしたいなと、文化交流館という建物を建てまして、日本の、歴史伝統文化をですね、発信してまいりたいと。日本の伝統を継承するこの施設は年中無休で、午前10時から午後10時まで営業しています。VTR で紹介したものの他にもですね、人気アニメとコラボレーションした絵馬があったりと、外国の方が好みそうな仕掛けがたくさんありましたし、あと神社としては珍しく ATM が設置されていたり、スイカ決済ができたりと、新しいものを取り入れようという思いも感じられましたね、まさに不益流行といいますか、温故知新といいますかね、そういった考え方は大切なんですね。